ね、連休がね終わってしまう方もねいらっしゃいますよね。明日から一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。ヤッホーヤッポー、こんばんは。今からやけ、あ、頑張ってください。頑張って。うん、ピンクかな。キュウリだよ、キュウリだよ。ジェイさんハートありがとうございます。新じいちゃんさんハートありがとうございます。ね、アレスさん50歳感じありがとうございます。そう、牛よ、モモ。頑張れ。ね、今日からお仕事の方お疲れ様です。明日からお仕事の方一緒に頑張りましょう。応援、明日来ちゃうんで。どんなに嫌だよね、明日来ちゃうんで。頑張ろう。私もたまにね、現実逃避したくなってね、もしかしたら、ね、このまま明日来ないこともあるんじゃないとか思っちゃうこともあるけど、はい、あの予定通り明日は来るので、頑張りましょう。たっちゃんハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。まあ明日頑張ったら今週連休あるじゃないですか。墓誕生会がその日あるんですけど、祝日か、なんて言った私、連休って言った。祝日ガンガンガン。嘘ついちゃった。祝日があるんでね、頑張りましょう。マサラッキさん可愛い、ありがとうございます。てっきりてっきり勘違いさんが出てきちゃって、あせ。こんばんは、こんばんは。その日仕事、あ、ピカって応援しかできない。私もね、墓誕生会があるので。そう、墓誕生会の次の日はピンクさんと七色公演、楽しみなことが2日連続で続く。わーい、楽しみだ。博多の時から昼ですね。12時からだったかな。12時からだったと。Jさん可愛い、ありがとうございます。今日2回目、あらら、お疲れ様ですね。気をつけてくださいね。2回目ワクチンの方がね、副作用出やすいってよく聞くのでね。こんばんは、こんばんは。菅さん、レインボーの星ありがとうございます。洋服はなんとなく決めて、企画もなんとなくうーって感じ。確定はまだしてないかな。バウチさん、アイスありがとうございます。アイス、まだちょっと悩み中、どうしようかなって。のんびりのんびり。紫外線対策はまだしてます。紫外線対策はね、いつでも一応紫外線は年中無休あるのでと思って、私は続けるつもりです、これから。肌の魚さん可愛い、ありがとうございます。ね、ワクチンね、副作用ね、お熱出る方とかたくさん出ますからね、お薬用意したりね、しなきゃですよ。菅さん50巻としてありがとうございます。こんばんは、プリン、こんばんは。ね、悩んでるね、悩んでるね。夏服をまだ着るか、秋服を着るか。まだ夏でいいかなって正直思ってる。どうなんだろうな。今年はね、個人グッズはないですね、博多町か。
しよう、これからね、そう、博多誕生会の日もそうだけど、どうしようかなと思って、まだね、なんて言ったらいいの、なんて言ったらいいのか、その日ね、どんぐらい暑いか寒いかわからないからね、ちょっと微妙だけど、まあ寒くても夏服着ちゃうかもせっかくだしと思って、8月生まれだしと思って着ちゃうね花粉症は治ることは多分手術とかしない限り治らないと思います。反応するか反応しないかかな、自分がその季節に飛んでる花粉が自分の反応する花粉か花粉じゃないかとか、まあその日の自分の状態にもよるのかな、わかんないけど、反応する日はね花粉症の症状が出ちゃうし、反応しない日はそう周りの人がクシュンクシュンになってても自分は平気平気っていう時もある。こんばんは、こんばんは、ね、今日はね暑かったですしね、暑かったですしね、変な色もしゃべっちゃう、こんばんは、こんばんは、ね、私もまだ半袖で寝てる、しかも博多誕生会当日12時からお昼だし、お昼の時間帯にあるからさ、夏服でもいいかなと思ってるけど分かんない、秋服着てるかもね、まだそこもね悩み中、どんぐらい天気とか分かったらね決まりそう。冬でもミニスカート履くときは履くかな、うん、まあそもそもあんまり私服でミニスカートというものは履かないけど親服はあんまどうだろう、おしゃれというよりかはワンピース着がちワンピースだったらね、もうその一着着るだけでねお洋服が出来上がるので、私はワンピースとか着てることが多いかな。ね、天気次第、最高気温28度、おー結構あったかいね、じゃあ夏服かなわかんない、これで当日ゴリゴリの秋服着てたらごめんね花粉何がダメなの、ブタクサ、スギ、イネ、秋ですね。バウチさんハートありがとうございます。ただの魚さん、だるまありがとうございます。サイダーさん音符ありがとうございます。プリンザさん50分ありがとうございます。魚さん50個ちゃん完了しました、ありがとうございます、ね、祝日だけどね、なんて言ったらいいんだろう、木曜日ですからね、お休みの方は、ね、お休みか、お仕事の方は お仕事ですよね。ワンピース走りやすい、まあ走るを第一優先にするなら走りにくいと思います。なんて言ったらいいんだろう、ズボンとかに比べたら走りづらいと思う、まあ、走れないことはないと思います。秋もサンダル履く、秋にサンダル履くかもしれないね、秋にも合いそうなサンダルだったら、ザ・夏っていうのだったら履かないかもしれないけど、でも靴下履いたりしたら秋でもサンダル、まあなんかデザインとかにもよるけどね。季節によって服の色は、あ、服の色は変わらない普段着るのは何ですか。最近はジーンズを履くことが多いです。ジーンズになんか上に T シャツ着たりみたいな、なんかスーパー行ったりとかしかしないので今は残ってます。皆様、サナさん50巻と終了ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ね、24、あったかそうですからね、夏服どうでしょう。パパさん、バラありがとうございます。
パさん完了しました、ありがとうございます。あー靴ずれ、まあ確かに慣れた慣れてない靴とか履くとね靴ずれすることもあるけど、もうなんか絶対に初めてこの靴履く、この靴靴ずれすると思ったら、裾のところに初めにあの絆創膏とか貼ってると、あのなんて言ったらいいの、靴ずれの度合いが少しです。バウチさん、だるま、ありがとうございます。ゆきもりこです。パパさん、ハート100個、ありがとうございます。遅刻したこと、部活はちょっと遅れてたかな。バターアイス、あーバターアイスね、私耐えたことがないですね。あれはもうバター味なの？どうなんだろう。こんばんは、こんばんは。足の裏見せません、いやよ。博多勘弁のハート、ありがとうございます。アミプラザ楽し、アミプラザ楽しかった。ちょっとすごいガチガチに感じちゃった。こんばんは、こんばんは。いろんなお店、お洋服屋さんとかもいっぱいあったし、ステラおばさんのクッ